こんにちは。株式会社ピープの高原です。今回も無料特典動画の、解説をしていこうと思います。ということで、今回のテーマはですね、集客できるまでの3ステップというところで、少し具体的な内容に入らせていただこうかなと思います。で、まあ、こんな お悩みの方に、聞いていただけたらなと思っているのが、まあ、今までもう、特典の動画で、まあ、基本的なこう原理原則とか考え方みたいなところですね、お役立ちになるような情報を分析して、それを発信して無駄を削ぎ落として信頼をどうやって獲得するかということを考えていくみたいな、こうちょっと概念的なところというか、抽象度が高いお話をさせていただいたんですけど、少しちょっと具体的にですね、まあ、具体的にじゃあ明日から何やっていけばいいのか分かんないよっていう状況だと思いますので、そこをの、明日からやることっていうところにフォーカスしてちょっとお話を進めていきたいなと思います。で、集客できるための3ステップというところで、具体的にはですね、大きく3ステップで解決できるなというふうにもう私は思っていて、実際にお客様のサポートをするときもそういうふうにやってます。で、その3つというのが、この3つになります。で、1つ目が、イメージ戦略の明確化ですね。で、2つ目が魅力をコンテンツで表現する。で、3つ目が知名度アップ、情報格差っていうところになります。ちょっとこれだけでは分かんないと思うんですけど、まあ、ざっくり言うと、まずは、思考を整理しましょうと、何をしたいのか、誰をターゲットにするのか、どれぐらいの数を目指すのかっていう、そこを明確にしましょうと。計画の部分ですね。で、次、魅力のコンテンツ化っていうのは、その、じゃあどういうサービスをどういうふうな人にどういうふうな伝え方をすれば、最大限にその価値を理解してもらえるか、魅力的だと思ってもらえるかっていうところを考えて、ウェブページだったりとか動画を作っていきましょうっていうところですね。で、3つ目は、そこまでやった上で、じゃあどうやったらより多くの人に、この1、2で作ってきた情報だったりとか、価値みたいなものを多くの人に見てもらうためにはどういうふうなことをすればいいのかっていうのが3つ目ですね。で、いろんなお客様のご相談を受けていく中で、強く感じるのは、基本的に皆さんやっぱりここを最初に考えてるんですよね。で、ここばかりをこう考えてる方が多いんですけど、じゃあ TikTok やったらいいのとか、じゃあ YouTube やってみたけど全然伸びないんだけどみたいなことで、その拡散だったり知名度アップみたいなことを重点的に考えてるんですけど、それは、この1、2のステップが、きちんと明確になっていないと、そもそも誰に情報を発信してるのか、どういう人に集まってほしいのかっていうのが結構曖昧な状態でやってるので、内容自体もかなりぼんやりしたものになっていて、それが原因で、人も来ないと。で、人が来たとしても、まあ来ることないんですけど、人が万が一来たとしても、そのどういうお悩みにどういうことを提供しているかっていうところが結構抽象的で曖昧だったりするので、基本的に反応が取れない、来た人が購入してくれない、来た人が問い合わせしてくれないっていう状況なので、実はこれをいくら頑張っても集客につながらない状態なのにこれをやってるっていう方が結構というかほとんどなんですね。なので、丁寧にこう 1,2,3 のステップを一緒にこう伴走してやっていくっていうのが、私がやってるサポートなんですけども、その、まあ、考え方みたいなものをちょっと今回お話ししようかなと思います。で、1つ目ですね、イメージ戦略の明確化というところに入ります。で、先ほどもちょっとお話ししたんですが、情報発信をやりたいとかちょっとやってるけどなんかあんまり、人が来てくれないなっていう場合のほとんどはですね、そのターゲットがイメージできてないことがほとんどたりします。で、イメージできてるという感覚はあるかもしれないんですけども、絞り込めてないというのが正しいですかね。インターネットの場合は普通の、現実のビジネスと違って、インターネットの場合はこう無限に比較対象がある状態でお客様が、皆さんを見ているので、私は
この専門、このお悩みを専門に解決しますよっていう、その、まあ、重点思考って私言ってますけども、そのどこに重点を絞ってるか、いろんな人の課題解決ができるんだけども、特にどこを重点的にやってますというアピールができないと、なかなか反応してくれないっていうところがあります。ということがここですね。ターゲットはたくさん、まあ、もちろん皆さんそのターゲットっていうのは分かってると思うんですけど、じゃあ例えば何ですかね、整骨院だったらその、まあ、怪我があったりとかっていう人の治療をするっていうのは当然分かりきってはいるんですけども、じゃあ自分たちがどのお悩みに重点的に特化していくか、重点的に解決していくというアピールをしていくかっていうところは、ぼんやりしていることがほとんどです。なので、整骨院の例であれば、例えば交通事故の話をすることもあれば、捻挫の話をすることもあるだろうし、っていうような感じでこう、まあ、一通りこう普通に全部話したりするんですけど、見ている側からすると、そういう全部の情報を出している、整骨院がたくさんある中に、私はその交通事故の、腰の、やつに完全に重点的に特化してそれだけをやっていますっていう方がいると、やっぱりそこに魅力を感じますね。ということで、その重点的にやるところっていうものを明確にしていないことで、伸びが悪くなるっていう現象が起こります。なのでもちろんいろんなお客様は対応していきたいというのは、正しいんですけれども、今回はとか、向こう3ヶ月はとか、まあ、そういう期間限定だったりとか時期限定だったりとかでいいので、まずはこのお悩みに重点的にアプローチしていくっていう、その重点的な戦略ですが、必要になってきます。で、まあ、その説明はここに、まあ、あるんですけど、まあ、情報発信は分かりやすさが重要ですと。で、少なくとも発信においては重点思考で特化するものを決めなければなりませんと。で、特化し分かりやすさを追求しないと、無数に比較対象がある YouTube や SNS、ブログの中では、反応が取られない、反応してくれないというところですね。来店とか問い合わせとかっていうところまでやってくれないっていうところになります。なので、まずイメージ戦略の明確化で一番重要なところは、まずいろんな、顧客のお悩みの中でですね、皆さんもすごい専門性、素晴らしいものをお持ちだと思うので、いろんなことができる。能力的にはいろんなものを解決できるんだけれども、自社が最も得意とするものだったりとか、最も、ライバルの、やり方、競合さんのその戦略なんかを見た中で、最も自社が取りに行けそうなもの、を、徹底的に絞り込んで、その解決が自社は一番得意であるというところをアピールしていく。いろんな競合さんがいらっしゃいますけども、自社は特にこのお悩みには重点的にやっているので、ここだけは、うちが、絶対いいですよっていうことを言えるように、イメージ戦略を明確にしておくっていうところですね。ここが結構重要になってきます。はい。で、ここの、ここがこう思考の整理というか戦略の部分になるんですが、次から具体的な作業に入っていきます。で、次は魅力のコンテンツ化ですね。魅力をコンテンツで表現するというところで、じゃあいろんなお悩みの中で、うちは戦略的にこういう競合さんと差別化するためにだったりとか、自社の経営計画というかビジョン、売上目標だったりとか、そういうところをクリアするために、じゃあここのお悩みにフォーカスしようと、ここのお悩みを重点的に攻めていこうっていうものが決まりましたら、自社が、どのようにそのお悩みを解決して、競合他社を使う場合よりもどういういいことがあるのかっていうところを、できるだけ分かりやすくシンプルに伝わる伝え方ですねを、まとめるっていう作業に入ります。で、ここがまとまったものを基本的にはホームページだったりとか、集客用のランディングページだったりとか、あとは動画で表現した方が伝わることが多いので、サービス紹介の動画なんかを作ったりするんですけども、それはすべてここで決めたものですね。重点的に解決していくものに対する解決策と、自社が他社、そこを重点的にやってない他社よりも、自社はどういう良さがあるのかというところをまとめたものを表現する、文字や画像にしたり動画にしたりっていうふうにすることですね。そして、全ての読者さんだったりとか、
これから情報発信、ブログだったり YouTube だったり SNS やられるかもしれないんですけども、そのすべての方に見てもらいたいのは、ここで作ったこれですね。でこれを見てもらうためにすべての発信を行うというようなイメージになります。なので YouTube の概要欄だったりとか、ブログからは、全部ここにリンクを送る必要があります。ということですね。で、まあ、このサービス紹介のコンテンツなんですけど、じゃあ具体的にどういうものを含めればいいのかっていうところが、ここになります。で、含めたいのは、この内容で、一つ目がお悩み解決をイメージできる画像だったりとか動画ですね。と、あと一言コピーですね。誰の何を解決する何なのかっていうところを素早く、伝わるように一言で書くと。でここがですね、重点思考ができていて、いろんなターゲット層の中でここに重点を絞るっていうものがビシッと決まっている方はここがすごく具体的で、分かりやすいものになります。逆にそこが抽象的なままやっていると、ここがかなりぼんやりした、まあ、なんとなく分かるけどなんかいまいちこう、まあ、普通だよねってなっちゃう。で普通だよねってなっちゃうと反応がなかなかしてもらえないっていうものになります。なので重点思考っていうのはそういう意味ですごく重要なんですけども、まあ一言コピーを作ると。で、次にこんな方へ、こんなお悩みの方へっていうのが3から5個ですね。これは特に重点思考が決まっていればここもすんなり出てくるはずです。で、あとはサービスの特徴ですね、まあ、他に頼む、まあ、そこを重点にしてない他社さんと、重点にしている自社がに頼んだ場合どういう違いがあるかっていうものをお客様に伝えると。でその後商品のメニュー、具体的なメニューだったりとかサービス内容で、あとはお客様の事例をできるだけ見せる。でお客様の生の声を見てもらう。でサービスご利用の流れ、よくある質問、まあまとめの簡単な紹介だったりとか、あとは経営者さんの思いだったりとかっていうところを説明した後に、まあ、最後店舗の場合はエリアとかアクセスっていうふうになります。基本的にこの内容ですね、この11項目をすべて、バシッと、いつでも喋れるようなぐらいにまとめておくと。で、ホームページだったりとかランディングページだったりとか、あとサービスのプロモーション動画を撮る場合も基本的にはすべてこの構成です。なので、動画だからなんか全然違う見せ方をするとかじゃなくて基本的に全部これで大丈夫です。で逆に言うとこれが抽象的だ と,、どんだけなんか見せ方とかこだわっても反応は取れませんというところでここが重要になってきます。で、これが、魅力をコンテンツで表現するというところになります。で、ここまでできるとですね、少なからず反応があるはずなんですね。その知人だったりとか、今までのお客様だったりとか、知り合いなんかに見せたときに反応が少なくとも良くなるはずです。というか、お悩みにこうマッチする人は反応してくれるし、もうマッチしない人は全然関係ないよねっていうふうな、形になると。で、結果的にその興味を持ってくれる総数ですね、全体の数は増えるっていうふうな状態になっています。で、ここまで来ると、ここで作った、ホームページだったり、ELP だったり、動画っていうところにどれだけ人を来てもらうかっていうフェーズに入るので、やっとここから、情報の拡散とか知名度アップをどうしていくかっていうところを考える段階になります。で、これも基本的に、考えることは同じで、重点思考でこう絞り込んだお客様が、どういうお悩みがあるか、どういうものを調べているか、どういうことで困っているかっていうところを分析して、そこに対する無料のお役立ち情報というものを、ブログ記事だったりとか動画で発信していくということになります。で基本的にお悩みも深く分かっているはずなので、この段階まで来るとですね。なので、どういう動画を作れば、みんな興味を持ってくれるかなっていうのは、なんとなく想像できるような状態になっているかなと思います。で、まあ、検索キーワードだったりとか、YouTube の人気動画なんかをこう分析するのであれば、なんでこの動画はこんな人気なんだろうと。何に不安があって、みんなこの動画をたくさん見てるんだろうっていうものを考えて、その仮説を立てて、専門性を生かした解決策でコンテンツするということですね。で、
まあ、ちょっと考え方みたいなところになるんですけども、相手が気になることだったりとか疑問に思うことに対して先回りしてプロの視点でアドバイスしてあげるっていうものを提供できれば、自然と人は集まってくるはずです。ブログでも動画でもですね。で、ここで集まってもらった人たちに、先ほどのここでまとめたものを見てもらってサービス自体に興味を持ってもらうっていうような流れをたどります。ということで、私自身のその自社の集客に関してもそうですし、クライアント様、いろんなクライアント様、ジャンルの方いらっしゃいますけど、基本的に、やっていただくことはこの3ステップです。で、私がその顧問的にこうコンサルティングというか、継続でサポートさせていただく場合もこれをやりますし、もしそうじゃなかった場合だったりとか、ご相談いただいた場合も基本的に、このやり方というのをお勧めしています。ということで、今回のお話は、集客できるまでの3ステップというお話でした。ということで、今回の、コンテンツは以上とさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。